ハット P-14B は、ハット P-14 の周囲を公転する、太陽系外惑星である。トランジット法で発見され、2010年3月10日に、論文で発表された。この惑星は、ヘルクレス座の方角に、約205光年の距離に位置し、10等級の F 型主系列性ハット P-14 の周りを回っている。2019年、世界中のべての国、 または地域に一つの境外惑星系を命名する機械を提供する IAU100NM e x e w o r l プロジェクトにおいて HATP-14B と HATP-14 はオーストリア共和国に割り当てられる境外惑星系となった。このプロジェクトは国際天文学連合100周年事業の一環として計画されたイベントの一つでオーストリア国内での先行。 国際天文学連合への提案を経て、太陽系外惑星とその母星に固有名が承認されるものであった。2019年12月17日、IAU から最終結果が公表され、ハット p 1 4 b は、シッシ、ハット p 1 4は、フランツと命名された。シッシ、フランツともに、1955年のオーストリアの映画、シッシの登場人物であり、 シッシは、オーストリア皇帝、フランツヨーゼフ一世の妻となった、エリーザベト皇后のことで、ロミー・シュナイダーが演じ、フランツは、皇帝フランツヨーゼフ一世のことで、カール・ハインツベームが演じた。ウィキメディアコモンズには、ハット P-14B に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。